追加だし、これはちゃんと現実なの。しっかりしてハニー。ミキね、ハニーの1本後の飛行機でここまで追いかけてきたの。なのにこっちに着いたらハニーってばまだ着いてないんだもん。ミキがちくたびれておっきなハンバーガー食べ過ぎちゃった。日本でアイドル頑張るって話した時のハニーの顔、すっごく悲しそうだったんだもん。寂しがってるハニーをミキは一人にしておけないの。妻として怒らないでよハニー。ミキ、日本でお見送りの時ちゃんと言ったよ。ミキもすぐにハリウッドに行くって。うん、そうだよ。ミキ、みんなと一緒にこれからもアイドルするの。心配なの。うん、それはしばらくは日本にいようかなって思ってたけど、いずれはこっちに来るつもりだったよ。今回は寂しそうなハニーのためにちょっと予定を早めただけなの。ミキ、ずっと同じことしか言ってないよ。ハニー、ミキが言ったこと忘れちゃった？ミキは全部欲しいって言ったよ。やりたいことも欲しいものも全部手に入れるって言ったんだよ。だから日本でアイドルを続けるし、ハリウッドでハニーとラブラブにもなるの。でしょ？ミキ、何にも諦めないよ。ミキには何でもできちゃうの。そうだよミキ、飛行機の中でハニーと一緒に幸せになれる一番の方法考えてたの。ミキね、ハリウッドでもアイドルとしてデビューするの。ハニーが勉強したプロデュースの方法をミキで試してみたらいいって思うな。なんだから、これからは住む家も一緒なんだから、照れてる場合じゃないよ。これからはお仕事の時もハニーって呼んでいいよね。ハリウッドでもずーっと一緒だよハニー。ジタバタしないで観念するの。